今日は天王洲にあるノグコーヒーさんにコーヒーをね、お茶をしに来ました。マジックとバナナブレッド。マジックはね、このコーヒーをね、今日コーヒー豆買ったんで、それのサービスですということで、いただきます。美味しい。はい、今日は約1ヶ月ぶりぐらいですかね、ティーワーハーバーに久しぶりに来てます。今日はね、シーズナルの IPA、 モーダン IPA です。ということで、いただきます。いただきます。あー、美味しい。あー、すっきりしてる。グレープフルーツみたいな感じ、美味しい。今日はなんかね、ゴールデンウィークですごい混んでるんですけど、なんか店員の方に聞いたらね、フロアをちょっと広くしてるらしくて、結構キャパが多くなってるらしいから、なんでまだ全然入るっぽいですね。2杯目、ホッピンピンクですね。これもリミテッドですね。今のシーズンだけということで、いただきます。2杯目、いただきます。口の中に残る苦味みたいなの結構長引くっていう、美味しい。はい、今日はBLT サンドを頼んでました。いつもね、バーガーなんですけど、なんとなくね、今日は BLT サンドと。いただきます。いただきます。リンゴじゃなくてオレンジ、これです。あ、もうかけちゃった。はい、3杯目はね、ビターレッドっていう、これもね、シーズナルですね。とりあえずシーズナルコンプ。ただ、ちょっと飲みすぎになっちゃうんでね、スモールサイズで頼みました。ということで、いただきます。いただきます。お酒入ってます。昼からいいなって言ったら、なんか焙煎感みたいなのあるのかな。美味しい。あのちょっとスタウト系みたいな感じの、で蜂蜜感があるのか。美味しい、ね、さっきね、あの店員さんから、ちょくちょく見てますよって言われて変な汗が来ましたけど、あとあれですね、店員さんが飲んだ時の感想みたいに聞けるとすごい楽しいですね、やっぱ。自分がね、それを聞いて自分がどう思うかみたいなのを比較してみるとね。で、今日飲んだ中では一番最初に飲んだモダン IPA っていうね、やつがね、一番僕好みだったかな。まあ最初に飲んだビールってね、やっぱ一番美味しいんで、そのせいっていうのもあるかもしれないですね。最高。これから暑くなってさらにビールの美味しい季節になると思います。はい、はい、ジェコモです。はい、今日はじゃんと昼間ね、ティーワハバ行ってきたんですけど、夜はバーガーキングということで、今日はね、ゴールデンウィーク、まあ今ね、昨日減量がどうこうっていうね、動画を出しましたけど、今日は食べる日ということで、もう徹底的に食べようかなと思って、はい、アグリーザワンパウンダー。
バーガーキングのね、ワンパウンダーハンバーガーをですね、買ってきました。熱っ。やっぱね、今日比較的気温低いんですけど、でも外歩いてくるとね、暑いね。うん、まあワンパウンダーをね、まあ約500グラムですよね。で今日ね、昼間なんでハンバーガーを、ティーワハーバーのハンバーガーを食べなかったかというとですね、まあ久しぶりに BLT サンド食べたいっていうのもあったんですけど、今日は夜ワンパウンダーをね、チャレンジしようかなと思っていたので、バーガーじゃないやつ食べたいと、まあ結局サンドイッチなんですけどね、はい、ということでちょっと暑いからまずね、飲み物、おいしい。じゃあワンパウンダー食べますか。なんかバーガーキング、なんか前にこれの剥き方みたいなのやってましたよね。そうだったかな、なんか割って食べると食べやすいって言ってたみたいな、そういう人やの写真ってた。ワンパウンダーでかいね。うん。でチーズがたっぷり。ちょっと SNS アップ用に写真撮ります。はい、ということで早速いただきたいと思います。このアグリーってね、この上にねチーズが乗せて焼いてあるみたいな、そういう感じのバンズを使ってるんですけど、これね、前まではバーガーしかなくて、やっぱねバーガーキング行くとワッパー食べたいじゃないですか。ですけどワッパーが出てなかったんですけど、そのワッパー飛び越えてね、あのワンパウンダーになってきたっていうね感じですね。いただきます。うん、うん、うん、なんか肉しかない、うん、だいぶ食べ応えがあって、でもチーズがすごいってわけじゃなくて、本当に肉バーガーって感じですね。美味しい。でも、うん、肉がねすごい多いんですけど、それ以外の味付けはチーズバーガーって、普通のチーズバーガーっていう感じかな。うん、チェダーチーズは結構効いてるし、あのバーガーショップのね、こういうチェーン店系のバーガーショップに入ってくるあのピクルス、うん、のお香りとかもしっかりしてね、うん、意外とオーソドックススタイル、うん、前のイエティとかはもう全体的にチーズすぎちゃって、なんて脂っこくてね、1個食べたら2個目きついとかね、あのワンパウンダーチャレンジとかで2個目は無理だなっていうぐらい脂っこかったんですけど、これはねそうでもないですね、うん、これだったら2個いけそうな感じ2個いけるっていう判断が何なのか分かんないですけど、うん、ごちそうさまでした。美味しかったです。皆さんもね、いつまでやってんだろうな。うん。結構ね、オーソドックスなバーガーを思いっきり食べたいっていう人はですね、バーガーキング行ってみるのもいいんじゃないかなと思います。うん。いや、美味しかったです。という感じで、バイ。